7月28日後楽園ホール大会で行われます KOD 無差別級選手権試合の公開調印式を行います。まずは挑戦者納谷幸雄選手、臨場にお願いいたします。続きまして第82代王者上野勇樹選手、リング上にお願いいたします。それではまず挑戦者納谷幸雄選手、サインをお願いいたします。それではチャンピオン上野選手、サインをお願いいたします。ありがとうございます。それで読み上げさせていただきます。2024年1月28日東京後楽園ホールで開催される第82代 KOD 無差別級王者上野勇樹選手と挑戦者納谷幸雄選手による試合は KOD 無差別級選手権試合として行われることに同意する。両選手のサインが入りました。それではまずは納谷選手、試合に向けて一言意気込みをお願いいたします。はい、DDT プロレス、納谷幸です。DO 覇者として、DDT のヘビー級として、絶対にこのベルトを取りたい。そう強い思いを持っています。1月28日、上野さんと、俺の全てをかけて戦います。絶対に見に来てください。ありがとうございます。それでは上野選手、一言読みをお願いいたします。2022年リオグランプリを優勝して、その直後当時チャンピオンだったキングスターに負けて、2023年は最強とは DDT の一番とはということを考えてきた一年でした。まあ、その中でチャンピオンになって、今年のリオこそ、2023年のリオこそ自分の思う DDT の一番すごいやつ、リオグランプリを優勝するものの言葉を伝えたかったんですが、なかなか難しいもんで、今年のリオグランプリ優勝した納谷が最強を持って僕の目の前に来てくれる、このベルトをかけて戦ってくれるということなので、僕はこの最強の納谷を倒して DDT の一番最強のその先を見せたいと思います。ありがとうございます。それでは両選手、写真撮影をお願いいたします。前にお願いいたします。1月24日、ゴールデンホール大会 KOD 無差別級選手権試合、皆様どうぞご期待ください。